せ涼しでございます。ということで今日はちょっとまあ独り言、今日の悩みはですね、まあ三脚ヘッド、ビデオヘッドなんですよ。でまあこの間紹介しましたスリックのね、健康時ながら出ている、新しい三脚いいんですよね、シネマなんとかってやつね。なんだけどヘッドのちょっとまあパンはいいんだけど、チルトはちょっとね、もうちょっとね、気持ちよくしたいなと思って、実はなんか分解してですね、オイルをですね、交換してみたりしたんだけど、やっぱりメーカー推奨っていうか、メーカーが作って、チューニングしてる状態がやっぱりベストだね。ちょっと今柔らかいグリフスに変えたんだけど、ちょっと気持ち悪くなっちゃったな。なんか、動き始めがカクンってこう、すんだよね。だからちょっとこれ他の重さの硬さのグリスに中を入れ替えて、もうちょっと重たいグリスにしなきゃダメっぽいなということで、ちょっと気持ち悪くてですね。でまあ元々使っておりますこのでっかいザハトラーの DV8 というちょっと古い20年前のヘッドでございますけど、まあまあこれはまあとっても気持ちよくパンもチルトもできるんですけども、ただね、このカウンターバランスってこの、カメラの重さに合わせてバランス取るためのスプリングが、昔のカメラは重かったから、5キロとか10キロとかっていうカメラのためのバランスのスプリングが入ってるんで、今のですね、軽い一眼レフカメラみたいなのにはちょいとスプリングが重すぎてですね、ちょっと、無駄に力使って、撮影してるような状態なので、ちょいとですね、テクニカルファームさんといって、これのですね、正規の、メンテナンス修理をしてくださる会社が島内にあって、まあ一度メンテナンス出してるんですけども、そこ電話して、このカウンターバランス弱くならないんですかっていう改造について、お電話しました。したらね、さすがテクニカルファーム、すごい。そもそも、毎日で送ったっていうので、こっちのシリアル番号も向こう分かっていて、前回これとこれとこれをやったけど、これとこれとこれやってませんね、みたいな、すごい細かいところまでですね、向こうカルテが残っていて。で、まず、その、スプリングなんだけど、これ、基本のスプリングをですね、外しちゃうと、全体が軽くなると。いうことで、できますよ。さすがね、何番の場ではいくつの重さでみたいな説明もしてくださったんですけども、なので今ゼロでもビヨンビヨンビヨンってこうゼロでもですね、こいつスプリングが効いてんだけど、この最初のスプリングがなくなるということですな。それ大歓迎で、その改造がだいたいまあ工賃含め、2万5000円ですよと、基本料金ではそうですよということなんだけど、前回のメンテナンスでやってない部分があって、中の、オーバーホールもしてないし、から、もうグリスもね、20年経っちゃうから、交換した方がいいんじゃねえかな、みたいな話があり、まあ中の部品交換まで及んでいると、5万円コース、みたいなことらしいんですよ。うわぁ、ヘッドメンテナンス5万円か、どうしようかな。5万円出すと、いいヘッドも買えるんだけど、まあ、これほどは、よくはならないからね。でも、これだけで、約、4キロ近くあんだよね、こいつがね。3点何キロかな。重たいのよ、このヘッドがね。だからまあ、おいそれと普通に持って歩けるような、ヘッドじゃないんだけど、まあ、テレビね、映画クラスのちゃんとしたの撮ろうと思ったら、やっぱりこの、ヘッドがね、必要になっちゃうわけでございますよ。ちゅうことで、テクニカルファームさんにお世話になって、フル調整してもらおうかな。まあ、それでですね、ちょいと気づいたっていうか、まあ、メンテナンス出す前に、ちょっとまあ、いろんなとこ触ってみようと思って、まあ、これ今、パンを、フリーの状態にしてんだけど、確かにね、もうね、なんかね、グリスが切れてるな、これな。なんかちょっとガリッガリッとは言わないんだけど、ズル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 ってするんだよね。ヘッドがね。ということで5万円、また、
出費かな ?5 万円ね。いやーね、5万円もね、出費すんのね。5万円もあったらレンズ買えるじゃん、みたいな話だしね。まあ、ええー、とお金かかるわ。困ったもんじゃね。まあ、もちろんね、このスリックのこのヘッド、ちょっと俺がいたずらして中のオイル変えたのが大失敗だったんだけど、まあ、固めのね、ヘリコイドグリスっていうのがあって、レンズのこうピント合わせるとこのグリスなんですけども、その一番硬いやつ今ちょっと取り寄せてるから、ちょっと中のオイル全部きれいにして入れ替えてみようかな。まあそれで良くなってくれりゃこれでいいんだけどね。まあパンはもう全然言うことない。あのザハトラと一緒、チルトかな、ちょっと引っかかんねんな今な。ということで、悩み大きい春風涼しでございましたが、今日のアングル、ヘンテコアングルで撮ってますけども、まあ頑張るよ。ということで、春風涼しでございました。